ロッテは藤原恭太選手が10日の試合の自打球の影響で右膝蓋骨骨折と診断されたと発表しました。藤原やばい怪我してるやんけ。あの自打球でか。藤原嘘だろ。さらわれたんかな。うわ、今年本当に良さそうだったのにな。和田くん開幕スタメンだな。和田もまだ体調万全じゃないんだろう。だから石川が合流したのね。高部の守備復帰とどっちが先なんや。藤原骨折、もうみんな打席入るときは全身鎧着とけよ。藤原はこれを機に上半身ムキムキマッチョを目指すか。スピードスターはきついかもしれんな。シーズン開幕前に怪我に続出とはね。岡和田がいればセンターは大丈夫でしょ。高部が復活すればなおさら。唯一熱いと思ってた外野が一気に手薄になったな。数だけいる外野だしな。別に絶対的にいないと困る選手もいないし。イケメンレベルが下がらない慎吾がいてくれてよかった。岡の方がヤバそうな感じしたのに藤原かよ。藤原頑張ってたのにな。和田に一本立ちしてもらわないときついな。山本大斗あたりもそろそろ出てきてほしい。うわ、藤原嘘だと言ってくれ。藤原順調に調整できてたのに